まだ戻ってこんにちは。どうもこんにちは。今日5時からだからね、あと1時間あるね。そう1時間だ。ふわっちもなんかあれ欲しいよね、定期流す人ね。ね、さっき言ったからツイキャスでね、やんのよ。今日ツイキャスでやるからね、皆さん通販番組の自己紹介違う。ああ、そうなんだ。なになに、今夜はプリンセスとクリちゃんか。あ、やだ、マジプリンセス言うなよ。今夜プリンセス不死身とひどんひどんなが。ねえ、じゃあツイキャスのあれだもんね。一応ツイキャスでやるんですよ。アカウントでやるもんね。よかったらね、お願いします。定期を流して届けると。ふわっちでもよろしくお願いします、皆さん。外交官ダメなんだっけ。ふわっちはね、大丈夫。大丈夫。うん、ただ、ツイキャスからふわっちって結構厳しいよね。あー、うん。え、藤見ちゃんって A 版じゃないでしょ。何がふわっち。いやいや、やってないんだけど。なんで、A 版になったの。 A 版の人でしょ、みたいな。それ、私ちゃうよね、ほんと。ぷよ。もう、ふわっちしなくてもいいのよ。稼げてるんだから。ねえ、もう。そんなことないよ。すごいよ。だから時間がなくてあんまりさ、でしょ、ツイキャスの方が難しくて。だってお昼もやって夜もやってるもんな、ツイキャス。ずっとやってるんですか。うん、藤見ちゃんずっとやってるよ。昼はふわっちにするじゃん。いつ寝てんの。えいつ寝てんの。いや夜とか寝てるよ、ちょろっとだけ。あんま眠ってないでしょ。だってお昼だ雑談して結構夜帰国してるもんな。昨日何時までリアクションしたの。うん、でもね5時とかで終わったよ。毎日はそれ。うん、ドンピーでやった歌舞伎町のあの家族のところでね。そうそう、あら、お茶箱もらったわよ。あら、誰誰、ちょっとありがとうございます。こっちもよろしくお願いします、ほんとどうやさん言わせてどうやさん言いましょう、みんなでちょっと気合い入れてね。ちょっと、うん、ください、よろしくお願いします。あら、また飛んだわよ。あら、ありがとう。やったー、ください、お願いします。ほんと3人写真撮っていい。うん、撮りましょう、3人で写真で。ひまずおせぎこれ、うん、撮ろうか。そうやな、はい、ないないか、いくわよ。はい、チーズ、もう一度いきましょう、はい、チーズ。 OK、 ありがとう。はい、こんにちは。あら、匿名さんもらったわ、ありがとう。せーの、どやさどやさどやさ。飛んだわ、飛んだわ、やったわ、やったわ、本当。一応機長君来したんだけどね。うん、まだ来てない、寝てんのかな、もしかしてね。まあ、体調悪かったかな。昨日体調悪いって言ったからね。どういう体調悪いかだよね。現状万博いけないって、いけなくなっちゃった。あ、ほんと、 熱とかだるいのかな。うん、配信さ、やりすぎてだるい時あるよね。あ、まあまあ、疲れたら疲れた、ね、ただの疲れかもしれないしね、もしかしたら。そこはちょっと私と藤見ちゃんが癒しになってな、マッサージするなりしてね、ちょっと。機長君いけないでしょ、あなた。機長君、いや、タイプだけどね。嘘だー、ほんとよ。女ホッスル男好きじゃないでしょ、ほんとよ。機長君どう。機長さん、山手線一緒にやったことあるんですけど、うん、タイプ？うん、と結構かっこいい。あら、匿名さん誰よ。あら、まあ、あけじにして、大変大変大変。せーの、どやっさどやっさどやっさ、ありがとうございます。あ、こっちもお茶屋ありがとう。どやっさどやっさどやっさ。ちょっと、もういいわ、それ全部。ほんと、あら、ジュンちゃんありがとう。せーの、どやっさどやっさどやっさ。儲かるなぁ、ほんとよ。儲けないと、儲けないとね、そうね、そうだ。いや、くるちゃん男なら誰でもいいわけじゃないよな。そう、誰でも決まってるよね。良くないですね、ネタにならないと。ほんとだ、あ、ネタね。ちょっと待って、ネタにならないんだ。そうだよ。あら、秋田さん、ありがとうございます。せーの、どやっさどやっさどやっさ、ありがとうございます。
買ってね。買ってね。今日。ねえ。ねえ、うん、買ってね。クリスマスのアイテムあるんだ今ね。そう、今ね、ふわっちクリスマスね。あら、ありがとう。ジュエルちゃん、ありがとう。せーの。どやっさ、どやっさ、どやっさ。ありがとう。200もらっちゃう、200。すごーい。200もらっちゃう。いいわね、これね、ほんと。儲かるの？昔、ふわっちではなかった、ね、花火対決みたいなやつ。知ってる？花火の対決あったよね、昔ね。数で？数の。花火がどっちが多いかっていうね。な数の競いがあったね。毎日3人で配信しましょう。あったあった。アミカチュちゃん、ありがとうございます。すごーい。せーの。どやっさ、どやっさ、どやっさ。あ、違うでしょ？違う？こっち来た？これ違う？200って何？結構なかなか流れないの？200は、画面からなんか全然あれじゃない？今、見てなかった。来たかしら。あ、昨日ありがとうございます。あ、来てた、ごめんなさい。あ、すごいわ。シアちゃん、ありがとう。せーの。どやっさ、どやっさ、どやっさ。ありがとう。これ、ここで全部確認できるもんね。あ、できるもんね。うん、全部ね。ありがとう。ありがとうございます。あら、飛ぶわね。すみません、ポテコラちゃん、せーの。どやっさ、どやっさ、どやっさ。ありがとうございます。儲かる、儲かる。ずっとこうじゃないの？ねえ、ほんと。え、くるちゃん、誰だったらいいの？最近、男、誰狙ってんの？ちょっと教えてよ。なんで教えてよ。ふわっちの人？ふわっち、ツイキャス誰？ちょっともういないです。いないの今も。いないの。誰？教えて。あとです。あとで。あとで配信外で。配信外で聞いても配信中まで言うわよ。ダメなの？こっそりよ、こっそり。小前くん？あ、で、スーパーコージとこの間コラボしたね。あ、してたんだ。可愛かったですよ。ふじみちゃんタイプじゃないですか。会ったことある、会ったことある。あ、うん、よろしくって言ってました。あ、本当に、はい、私とも会ったのによろしくなかった。あ、言ってましたよ。言ってた。で、鎌倉もよろしくって、ね、あ、鎌倉に来るんだよ。あ、鎌倉に来るのね、はい、なんだ、よかった、ね、だってさ、機長くんと話さ、私この間したんだけどさ、うん、機長くんさ、新居引っ越しましたっていうさ、うん、お誘いあった？いや、うち来たもん。あ、来たの？私がまだ引っ越しして、うん、来てなかったから、うち、ん、に呼ぶ前に行っていいですかって言って、うん、あ、そうなの？あら、誰？誰？今ね、いや、何も来てなかったって話。うん、うん、誰なの？違うわよ、うん、あれだけ私の時にさ、DM 来たのよ。まだね、機長君がまだその言ったらさ、売れる前に、フワちゃんが成功する前ね、うん、そう、めっちゃいろんな人にコラボしましょうコラボしませんかって言う来たのよ、うん、あ、機長君、ぜひね、私も今ツイキャスされてるから、うん、ぜひ私もコラボしてね、うん、もしあれだったらふわっちに引っ張ってさ、うん、頑張ろうって思ったのよ、うんうん、でコラボしたわけ、一緒にね、ああやってあの苦労共にしたわけよ。あ、かよかよちゃん、ありがとうございます。せーの、どやっさ、どやっさ、どやっさ、ありがとうございます。あ、うちで会ってんの最初に、ね、そう、会って、あ、うん、会って2回目あれかな、あのイベント、イベントかなんかほらさ、来るって誘ったよ、うんうん、あれが1回目で、2回目がね、つなちゃんだったし、あの機長くんとコラボしてるね。そうでも私がほら、ひどなさんとつながってそうだそうだ、ね、そうなりました。でもあの時ふわっちやろうって言ってたもんね。そう、私がふわっち向いてるよって言ったの、機長くん。あ、多分ふわちゃんも向いてるよって、うん、あ、それだ。ちょっとなんかね、炎上っぽかったじゃん。最初です。あの、その時荒れてて、ツイキャスの人が全部ソース感くらってて、私が唯一コラボしたの。あ、そうなんだ。機長くんがさせていただいた。そう。で、その時に、うちに来た時に、あなたのつふわっち多分向いてると思うよって言ったら、売れちゃったわね、うん、そうでしょ。今私を運営ってもすごいよ、売り上げも振り上げも閲覧もよかったわ、おう、売っといて、いやー、ねえ、よかったわ、ほんとよ。やっぱ売れると違ってくるね。でも私が言わなかったらやってなかった。そうだよ、すごいわね。売れると変わってくるね、みんな中に行ってもねえ、結構優しいよ。そうよ、うん、言ったの私が、引っ越したんですよ。怖いのよ、言い方が。そしたんですよね、藤沢さん呼んだもんね。でも私も言ってやったわ、うん、なんて、あら、売れると閲覧多い人しか呼ばないんですか。やだ、同じじゃないよ。ねえ、ほんとよ。あら、サンタクロースよ。あら、すごい、お高いやつよ。すごい。せーの、どやっさ、どやっさ、どやっさ、ありがとうございます。冗談でね。そう、だからもう行くって決めたの。
来ちゃうかもしれない。でも、翔くん大丈夫かね、具合。ちょっと様子見だね、ほんと。連絡ね。なかったらね。なんか無理させない方がいいんじゃないの。そうそう、もしなっちゃう。もし、行けるんだったら行くけど、無理だったらやめとこうかなって言ったの、ほんと。そうそう。落ち着いてからでもいいしね。どうする、その時。でも、あなたもあれでしょ、あんまり。私は明日は早いの。早いんでしょ。あ、てか夜、支度した商品が、ブランドさんいっぱい持ってくる予定だったんですけど、もう今、新幹線なんで、今持ってるやつ、ちょっと商品並べさせてもらいたいんで、予備もらっていいですか。私のやつも、はい、私持ってきてないんで。じゃあ、持ってきた。じゃあ、だって、ナオキニさん、私これじゃないもんだって。オッケーオッケー。L サイズ、置いといて、置いといて。これでいいの？うん、置いといて。もうこれすごいよ、XL みたいなもんよ。XL、XL よ。ありがとうございます、ありがとうございます。ブラジャーの中につけると蒸れるよね。あ、そうです。ナイロンで結構蒸れない。あ、でも、それはないか。1日つけて、私外につけてたんで。なんかずっとつけてたの。そうそう、なんかね、どっちでもいいんだって。あの中でもいいし、外でもいい。ああ、外中でも中でもね。ね。ね、パンツでもこうだな、結構ナイロン系のパンツあってさ、蒸れるじゃん。何を、あら、ウニちゃんありがとうございます。せーの、どやさどやさどやさ、何をってね、今言ったけど。あ、昼コラボ、今日昼コラボだったの。何が、機長くんと、昨日でしょ、機長くんとダスーくん。ダスーくん、あ、昨日だから具合悪くて休んだの。で、今日のコラボは何も、昼はもうなくなっちゃったんだ。あ、わかんないわかんないけど、今なんかコメントあったからね。あ、そうなんだなと思って。スーパーカーと付き合ってくださいだってよ。付き合ってください。え、すっごい好み。めっちゃ可愛い、21歳ですよ。めっちゃ金持ってる。しかもあなたファイヤーみたいなもんよ。ファイヤー、だからもうあのファイヤーって言うのよ。何を。だからもうあのそういうさ、株とかなんか FX だけでそれだけでずっとね、もう資産でさ、運用しながらもう一生これで生きるみたいなさ、マネーロンダリングして、そうそう、働く必要はないって言ったの、スーパーカワチは。マジですか。必要ないって言ってたの。いらないって言ってたよね。働いてますよ、ちゃんと。でも会社でやってるの。してるの。あ、自分の会社やってるの。ちゃんとやってます。やってるの。そう。今日のコラボが延期になったんだって、やっぱり。なんか具合悪いからよ、きっと。嘘。機長くんも。マジ大丈夫なの。そう。あ、今日ダスくんのうち誰なの。多分お掃除の予定だったんだ。本当。具合悪いって言ってたもんね。あ、でも今や。そう、やめとこうかね、じゃあな。とりあえず。ね。あ、そっか。そうよ。せっかくね。どうする？あなたお家帰るでしょ。あんま遅くならないの、私。本当？ちょっとコラボする。何するの？考えてことして。なんか簡単なやつ。簡単なやつ。考えてこ。連絡今したんだけどね。いや、コロナっていうかね、コロナやめてちょうだい。コロンコやめなさいよ。今言われたね、コロナって。え、でもさ、無視よ、無視よ。でもさ、あの、誰がどうなのか分かんないもんね。コロナにかかるかどうかって分かんないじゃない。あ、分かんないよね、ほんと。そう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 。でしょ？やめなさいよ、コロナは。コロナはないわよ。コロナ見てよ、みんなちょっと定期流して、もうちゃんとふわっち、みんなちょっと通知取った、ツイキャスは流れてるのよ、かな。あのね、今夜は何だっけ、プリンス、今夜プリンセスよ。プリンセスね、ほんと今夜はプリンセス。うん、流れてるのに、なんかこっちはなんかアハハハハじゃないのよ、ほんと。うち流さないのよ、ほんと。誰もいないんだよ、うちのところ。もうバラバラだもん、うちのところね。え、でもひろんのさんのリスナーさんってなんかオフ会もしっかり集まって、ね、あのね、昨日の夜中まで飲み会だったから、主要メンバーたちはね、それ以外のメンバーたちが今ここに在籍してるからまとまりがないのよ、全然ね。ね、ほんと、ヨナさんのところにリスタンスすごいよね。ほんとまとまってる。じゃあ、私とかの人も、あ、藤見ちゃんいつも見てます。本当は見てないくせに。見てるのよ。本当は見てないくせにね。そんなことないわよ。そうじゃなくて、そうじゃなくて、だからヒロナさんの周りの人にもよくしてくれるじゃん、そうやって。あ、そうじゃなくてもね。あ、佐々木さんありがとうございます。せーの。どやさ、どやさ、どやさ、知ってんの？はい。誰？あの、300万ぐらい見ついてくれてる。誰その人、300万ついてるの？ドンピー毎回シャンパン見せ入れてくれる方なんで。300万も使うの、ドンピーで。すっご
合計で。合計ね、すごいね。ちょっとびくった。え、なに？え、300万って何？その全部手数料抜いて300万ってこと？うん、いやでも現金ももらってないですよ。その売り上げでしょ？売り上げね。うん、佐々木さんが使ってるのが300万。300万、1回よ。1回は使わない。全部で総合で。総合でね。めっちゃなんか銀座のフルコースとかごちそうになって。まあいいわね。あ、そういう。何それ？何これ？ルイ・ヴィトンの。あら、あら、いいわね。これもルイ・ヴィトンの。あ、なんだよ、なんだよ、これもらったのよ。誰によ、リスナーさんからもらったのよ。なんで、虫取るのよ。違うよ、なんで虫取るのよ。あ、これ、うるさいわね、片桐に入ってたら、かもしれない。ほんとよ。あ、提供ありがとうございます。提供すごいね、ほら、ねえ、嵐みたいな提供が今、ねえ、すみません、嵐みたいに流してくれて、ねえ、ブロックしてもらってるんですよ。ねえ、ほんと勝負になっちゃうからね。ね、300万、その、なんていうのかな、例えば、その、うん、ドンピーってさ、うん、何割だった？え、ちょっと言えない、後だよ。後だね。まだ言ってないんだ、公表して。もうダメなんですよ、うん、契約で、それに任されて。そっか。平野さんもぜひ、一日ゲスト。言われた。うんうん、いい、すごいじゃん。でもなんか、女限定でしょって言ったのよ。お釜は大丈夫でしょ、女でしょ。そうそう、で、うん、なんか、女は、うん、女なんだけど、うん、お釜は別になんかいけるかなって言ってた。ねえ、歌舞伎町店とか。うん、うん、歌舞伎町店、あ、歌舞伎町店ね。そうそう、錦糸町店は移転する。あなたもほら、私はいいわよ。なんでよ。だって、売れないもん。あら、佐々木さん、ありがとうございます。あら、せーの、どやっさ、どやっさ、どやっさ、ありがとうございます。ほんと優しいね。ほんとツイキャスの方には来てくれないのね。佐々木さんの枠にもね。大丈夫、言ってあげて。嘘ですよ、うん、嘘かっこ来てよ。クルちゃんに使ってあげて。ほんとよ、律儀ね。うん、あんたのとこも律儀よ、リスナーさん。どう？うん、藤見ちゃんから来ましたってこれ。藤見ちゃんから来ましたってね。頑張ってください。グローブ投げます。ねえ、来るよ。そうよ、うん、ね、でもツイキャスから飛んでくるよ、なんかワープして。うん、そうそう、律儀あんたのとこもね、優しいリスナーさん多い、藤見ちゃんとこもな。本当にありがとうございます。見てくださいね、今日も。ひーちゃんのとこも優しい。あ、本当、うん、ほら、あなたのリスナーさん、ほら、定期流してくれた。あ、なんか消えたわよ。そんなにだって。あ、たぶん、ほんとはタヌキでしょって思ったの。そうそう。ごめんね。どこ話したのよ。いいのに。いいよ、別にアカウント出してくれてもね。消えた。本当だよね、一瞬パッてパッて消えたね。ほんと。でも今日藤見先生が司会だから全然もうお任せしてね。はい、私たちはいいわね、いいわね、いいわね、いいわねってね、買って買ってねって言ってね。あとはなんかコメント拾ったりとか、おしゃべりちょっと雑談の感じで、ね、うんうんうん、2人はコメントね、うん、うん、あら、まあって、わらわらわらってね。そうよ、そうよ、すごいわね、いいわね、みたいなね。うん、そういう、あれでしょ、コメントでしょ。ねえ、うん、300万円の半額バッグでそんなことないわよ。通販はツイキャス、そう、ふわっちじゃないのよ。そうなんですよ。うん、ほんと、あ、ねえ、来るの、うん、クリスマス検討に検討を重ねて検討しようと思って。あ、まだあれか、まだ話してないんだ。あ、そっかそっか、話してからね、うん、もし行くなら一緒にね。あ、そう、あ、でもその当日に行くの、うん、私はそうし、前乗りする。いや、あなた前乗りとかするのかな。どうしようかな、前乗りするのは前乗りしてもいいけどね。いや、私は前乗りはしないんだけど。うん、じゃあ当日行くんだったら一緒に行こうよ。そうね、私が行く。私、あ、でも25日当日行くと思う、私。あとでも酒飲むの。お酒飲むわね。車じゃ行けないんだよ。そう、大工で行く。泊まる、どうなるの、25日泊まる。いや、いや、予定によるかな、次の日。何だったっけ、26日、何が月曜日、何するの、まあ、分かんない、確認してみない、うんうんうん、でもさ、泊まるっつってもさ、あそこら辺でもね、泊まるところあんまないんだよ。ないよ、ちょっとなんか移動しないといけないね。そう、うん、あれだったもんな、多少宮城でしょ、だから。うん、そうね、まあ、まだ行くってなったらまたね、検討するんでしょ。検討に検討を重ねた上で深く検討いたします。そ
それって行かないんじゃないですか。いやいや、まだ話してないからまだ分かんない。あ、そっか、お話しないといけないのね、向こうとのね。そうそうそう、向こうとの話し合いだよね、やっぱね。なんかいろいろ、うん、そうそう、髪引きずり回して一回ね。私言ったのよ、もうごぼうのど付き合いでもしたらどう思って。ごぼうのど付き合い、ああね。そうよ、ほんとね。そう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 、あ、ここね、あのなんか、うん、なんだろうね、ここはなんか気が合うというかね、ちゃんと上手に距離を保ちつつ、なんかお互い尊敬しつつやってるところあるよね。まあ、私たち別に揉めたことないよね。ないね。そう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 。あ、市長さんじゃなくて駒井くんち行けばいいんじゃないですか。え、駒井くんち行くの？なんで？あ、そっか。え、かっこいいですけどね。何が？いや、駒井くん、まあ、嫌いとかじゃないけど好きだけど、そういう大人の話。あ、ごめんごめん、これ急に話しかった。市長くんが悪いから、駒井くんの行けばって、駒井くんの。駒井くんち止めてもらおうって書いてあったから。え、いや、駒井くん、でも大阪行くのよ。あ、そっか。私、明日大阪だから。だ、一人で行ってきなさ、あなた。大阪何しに行くの？じゃあ、じゃあ、駒井くんのとこよ。駒井くんのとこに行って。何しに行くの、大阪、あなた。あの、チンコのサイズ測ってきなさいよ。でかいですね、メジャーで。え、大阪何しに行くの？企画で。駒井くん好きじゃないじゃん。大阪に？そう、心霊配信。大阪に行くの、心霊配信。そう、大ちゃんと T 山くん。あ、何またイケメンとばっかり。イケメンか、あれ。イケメンじゃない。ねえ。うん、いや、今年の最後でね、関西の最後。大ちゃんイケメンだよね。あ、かわいらしい。昔はもっと可愛かった、うん、最近もチジイだけど。ティヤマくんなんだろうね、チキチキだね。なんか関西のおばちゃんだよね、うん、ね、うん、おばタリアみたいな。そうそう、アメちゃん食べるかーってね。アメちゃん食べるか、カメコからでしょ。そうそう、チジチジチジからでしょ、ほんと。でもありがとつ大阪来ててくれたんでしょ、ティヤマくん。前来てくれた、ね、ラムチンの店見てやった。そうそうそう、うん、な、言ってたよ、なんか藤見となんか私を抜いて、うん、次は藤さんなのは絶対追い越してやるわって言って。心意気はいいわね。うん、うんうん、そうね、そうなる前に潰しましょう。私たちで潰しましょうね。本当よ。そう、時代が ね、 そうね、なかったかのようにね。そう、本当よ、裏で ね、 ね、根元から切り刈り取りましょう。そうそうそう、根元から腐らせて、ね、うん、そうよ。めめめめ、本当よ、出るく打つのよ、やっぱり。でも駒井くんとはでも全然ダメ、進展しない。そう、付き合ってくれないんですよ。駒井くんが嫌なんて言うの？やっぱ配信あるし、うん、付き合ってくれるあるじゃないですか。アイテムの問題とかもあるの？うん、多分。あ、でもそっか、お互い飛ばなくなるのかな、付き合っちゃう。アイテムの問題もあるもんね。やっぱ配信者って大変だね。そう、配信者としては無理ですよね。だからそれか、もう裏で付き合うしかないから、うん、もう表では言わない、うん、もうだからさ、表向けてもう付き合うっていうことはもう収入がなくなるっていう覚悟でも言わないといけないのね。そうそうそう、うん、どうしたの、うんこ。ちょっと行ってきます。どうだよ。え、ナビニがボコボコにしてくるから。何よ、かな、この台本何よ、これでしょ。そうって言ってくるから。ボコボコにしてくるから。ナオキボコボコにね。うん、ほんと、裏で好きなの。裏で好き。いや、駒井くんのことは嫌いじゃないけど、もうセフレみたいになってるから。ちょっと、あー、セフレなんだね。ズルズルしてもね、仕方ないから。ちょっと皆さん、提供お願いします。ツイキャスの方でやりますからね。やるから、ツイキャスの方でお願いします、ね。そうそうそう。あら、もうボコボコチャレンジです。せーの、ダヤッサダヤッサダヤッサ、ありがとうございます。ありがとう。ツイキャスの今夜はプリンセスで5時からです。見てくださいね、ほんと。5時から1時間ぐらい。くるちゃん可愛いよね。ありがとうございます。ねえ、ほんと。あの、エビ太郎ちゃんも可愛いけどね。エビ太郎ちゃんってどの方ですか？エビ太郎ちゃんっているじゃん。あ、エビ太郎ちゃんね、うん、ルイジさんのあの彼女。そう、あの方も私のドンピ来てくださって、マルコさんと一緒に。そうそうそう、すごい可愛かった。あら、そうなんだ、うん。中村くんとか、中村くん NG でしょ？中村くんになんかブロックされてるんですよ。ずっとでしょ。そう、それなんとかしてください。でも中村くんも結構あの NG 多いよね。あー、そうなんだ、うん、一回ブロックしたら解除してくる。駒井くんは NG、うん、機長くんも NG、01MG、NG、 誠治くんでしょ？あ、そうなんだ。うん、あと誰だったっけ？そんなに多いの？あと結構いるよね、うん、NG ですって結構いるね。あ、なんか渋谷で、うん、あのサッカー負けた後にお会いしてましたよね、うん、駒井くん、うんうん、で、
あ、小前くんって言ったら、うわって言ってね、あの NG だから無理だわって言って、小前くんが中村くんの方見てた。中村の分際で、ちっちゃ、小前くんが中村くん見たのよ。あ、うん、中村ちょっと NG だからなんかちょっと無理だわってババババって言っちゃった。あ、そうだ、うん。え、でも小前くん、ひろんなさんのこと好きって言ってましたよ。あ、本当、うんうん、いつ最近、うん、最近。あら、いつ会ったの。会ってないんですけど。電話で、うん、あら、やだ、電話してんの。いやー、まあ、してない、してない。なんで、なんで。もうひろ、ひーちゃんはいい人だよって、うん、ずっと言ってた。ずっと言ってました。あら、嬉しい、本当に、うん、いや、小前くんいじると面白いけどね、うん、うん、心霊行ったりとかしてね。あの人いつも強気でしょ、なんかね、調子乗ってるから。小前くんちょっと心霊配信行ったのよ、うん、ああ、心霊配信、うん、もうビビってビビってすごかったわよ、ほんとねえ、叫びまくってたわよ、ほんと面白かったわね、ほんといじめまくってねえ、ほんと。あ、そうだ、2人でやってましたよね。そう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 、ああ、そうだ。でも小前くん別にタイプじゃないよ。タイプですっていうふうに言ったら、どう、私どうなるの。じゃあ、私は推しなんで。え、何、小前くんと何そういう風な関係になってみたこと。全然やだよ、あの兄弟なんて。私とってこと。やだよっていうか、小前くん無理だから私。あ、タイプじゃないんだ。違うって。私、山ちゃん。山ちゃんって誰。あの、山ちゃん、ダスーコン の、 あのいるじゃん、あのバラエティチャンネルの中にいた人。山ちゃん知らない。イケメン。あの、イケメンだよね、山ちゃんね。あ、そうなの。あの、玉森くん似てるよね。へぇ、玉森くんって誰だったっけ。ほら、ジャニーズの、うん、あの、セクシーゾーンじゃないわ、平成ジャンプ。あ、そう、キスマイだ、キスマイフィート。へぇ、山ちゃん、山ちゃん、玉森くん似てるよね。似てなかったっけ、あれは。似てるんで、雰囲気ね、雰囲気。今狙ってるの山ちゃんなんです。山ちゃん似てるわね、ほんと。そうそう、似てるよね、結構ね。いや、結構そっくりよね、山ちゃんね。ひらがなで山ちゃん。うん、あ、 あのね、漢字山でちゃん。うん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 、ね、山ちゃんいたいわね。いいですね。ね、山ちゃんいたいわね。恋してますね。山ちゃん好きなの。山ちゃんの次に3番目光る。え、そうなんだ。うん、3番目光るくん、テルチャンピン、バファリンの順番だね。上からの順番、ワン、ツー、スリー、フォーって感じ。バファリンもドンピン来てくれたんですよ。ああ、バファリンいい子でしょ。そう、めっちゃいい方でした。優しいでしょ。イケメン。ねえ、うん。誰？ガチャガチャって動画。うん。すごいね、ほんと。サマルさんもうち来たことあるし。ああ。そうそう。いや、違う違う。あの、なんつうのかな、バラバラじゃなくて、その雰囲気でしょ。で、結構でも、なんつうの、あの4人になんかこうさ、あの、なんていうのかな、こう、終点、その接点があるとしたら、うんうん、男らしいところじゃないかしらね。あ、男らしい。うん、え、テルチャンピンも好きなの、うん、ちょっと硬派な感じするじゃん。ガタイもいいし、ガッチリしてるじゃない。あの4人とも ね、 ね、上から順番で、身長高いし、ガッチリしてるし、うん、うんうん、ね、ちょっと、うん、そこら辺かな、共通点といったらね、ほんと。そう。でもちょっとバファリン君ちょっとね、イケメンすぎるわ。確かにかっこよすぎてね、ほんと。ああいうイケメン系結構なかなか近寄りがたいのよね。うんうんうん、うん、ちょっと落としにくいなっていう感じがするじゃない。そうね、うん、ね、多分なんか女性も結構ちょっと近寄りがたいと思うのよ、バファリン君ってね。でしょ。ちょっとちょっとランク下げて、どこら辺ぐらいかな、ランク下げて。そうね、ランク下げると、まあちょっと頑張ってね。あ、太郎くんとかもイケメンすぎでしょ。あ、太郎さんね。あ、私この前アキコママのお店行ったんですよ。聞いた聞いた。そしたら、あの、見てたね、私見てたよ。クルちゃんいたもんね。あ、そう、佐々木さんもいましたよ、その時。嘘。いや、あんた、おかえり。ごめんなさい、殴ってきたの。うん、ボコボコにしてきたわ。ほんと。戦ってきました。そう、ね、ゼロワンくんがゼロワンくんどこいのよ。全然なんよくないわよ。セックスしようとしてるんですね、ゼロワン君と。やだよ、ゼロワン君。キスしてましたよ。まあ昔ね、昔チューしたね。昔はいけたの。でも全然チューなんて別にね、ご挨拶見たのもいいね、チュー。でも今山ちゃんでしょ、上。山ちゃん。でもさ、山ちゃん細いの嫌いじゃなかったっけ。結構ガッチュしてるのよ。あ、まあ意外とね、胸ね、うんうん、山ちゃん、ヒカル君、テルチャンピン、うん、バファリン。あ、テルチャンピンの人がバファリン。そう、
なんで？あなたのワンツースリー聞かせて。配信者の？うん。誰？誰だろう。誰よ？やすし君。やすし君？横山？バカじゃない。死んでるじゃない。危なったわよ。せーの。どやさどやさどやさ、ありがとうございます。あ、匿名さん。腹筋やすし君がいいの？ああ、腹筋やすし君か。よくない？まあいいけどね、腹筋やすし君ね。嫌なの？いや別にいいと思うよ、腹筋やすし君ね。うん、なんか部屋汚いなってイメージしかないんだけど。あーでもさ、部屋が汚いぐらいの男もよくない？あんまりチーズ来たとさ、うん、でも結構ゴミ屋敷みたいになってるよ。あとは人の手に床見えてるでしょうよ。本番20分前です。はーい、行きます。はい、あれスタンバイは5分前から始まるのかな。うんうん、もうこれ持ってっていいんですよね。持ってっていいんです。一緒に持ってっていいんだ、うん、あ、もう行った方がいい。いや、まだまだ全然大丈夫です。5分前に行けばいいんですよね。5分前ぐらいで、まあでももうちょっと早めに入ってあっちで喋っても OK。 全然フォアちゃんの定期流れないんだけど、どうしよう。え、定期流れない。あ、じゃどうしよう。じゃあ今ひどんなちゃんに俺が貼ればいいか。あ、そうね、貼りますね。うん、誰も貼ってくれないね、ほんと。嵐みたいって言った。うん、嵐って言ったもんね。森くんは弟みたいなのよ。あ、森くんね。いや、子供みたい、森くんなんかね。ほんと仲いいよね、森くんって。なんか、まあね、っていうかあなたさ、はい、なんか可愛い子ばっか来るよね。盛り込んだの、なんだの、私がやっぱ可愛いからじゃない。あー、でね。でもさ、なんか私さ、なんかあの私の周りってさ、中村くんでしょ、タダちゃんでしょ、岡村くんでしょ、だから結構癖あるよね、全部。でも井戸原さんはそういうのが好きなんじゃ。ブスはやっぱいいのかしらな。じゃあ楽さん一緒に言うてもブスって。ブス、うるさいまでブスとか言ってな。あ、そうね。うん、髪引っ張ってできるしね。そうそう、ああ、うん、結構体勢ついてるじゃんブスって。そうなのよ、言われ慣れてる。そうなのよ。だからさ、でもイケメンとかちょっと言うとさ、ちょっと機嫌悪くなったりするじゃん。イケメンはね、血統症は使いづらい。雑種が一番いい。雑種雑種って、あ、小夜くんとかちょっと無理よ、イケメンすぎ。 TJ さんは好き。 TJ さんどう？いいと思う。あ、おじさんダンディーな感じ。そうそうそう。そう、あら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 、特命さん、ありがとうございます。せーの、どやっさどやっさどやっさ、ありがとうございます。いや、雑誌ぐらいな。小町くん、まあ可愛いけど、でも弟って感じかな。小町くんはちょっと違うわ。子供だ。幼い。うん、幼い、確かにね。そう、確かにね。うん、小夜くんもイケメンだけど、なんかちょっと違うんだよね。綺麗すぎる、ちょっと。小夜くんどうなの？小夜くん会ったことない。小夜くんはタイプに入るのかな。かっこいいですよね。やれる。誰と今最近やりたい？あなたのワンツースリー教えてちょうだい。そうよ。あ、でも言えないじゃないの。言えない。なんでなのよ。さっき言えないとか言ってたじゃん。それをもし言っちゃったら、今この放送で小前くんもし見てたら、うん、お前なんなんだよみたいなね、ほんと。また一つネタになるわね。それで。でもこの間、小前くんから電話かかってきて。なんて？なんか配信外だったんですけど、うんうんうん、出て。なんて来たの？スーパーマン王子とご飯食べてたんですよ。うん、配信外で。そう、配信外で。配信外でスーパーコーチでご飯食べてるの？なんで？絶対狙ってるじゃん。何、向こう狙ってんじゃないの？男が配信外でご飯食べるってなんか怪しいわよ。めっちゃ豪華なフカヒレとかごちそうになったんですよ。何それ、何がフカヒレよ。金持ちばかり言ってくるわよ。ほんとだね、さっきのスタッフされたのね。ほんとよ。今度ドンピーも、あの佐々木さんもスーパーカオージンも来るんで。お客さんで。あ、ドンピーじゃないわ、ロビンソンバー。あ、今度またルビンソンバーも行くの？あの31日年越しの日に。あ、行くのね。その時に何、あの佐々木さんもスーパーゴージも来るの？あと予算とか。あ、予算来るの？予算はね、別にあるんだけどね。うん、あ、いたのって。そういたのみたいなね、感じだけど。あ、そうなんだ。私実家帰るのよ。あ、そうなんですよ。藤見ちゃんはなんか年越してやるんでしょ、お家で。年越しみんなで。何するの？いや、普通に家で。みんなで？いつもね。あ、やるの？そう、人集めて、なんかみんなでカウントの。顔面ケーキぶつけ合いするの？素晴らしいな。部屋よ。ぜひ来てください。え、で、何、電話が来ました、小前くんから。その話ちょっと今ずれちゃったけど。そう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 。どうしたの、電話が来て。え、で、こんにちはって。そう、今おいしそうご飯食べてるよみたいな。で、何言ったの？男といる時に電話出るのめっちゃ切られました。どういうことは？え、男といる時に俺の電話に出るなって言われて。嫉妬するからってこと？切られた。何それ。え、くるちゃん本命でも小前くんじゃないの？小前くん付き合ってくんないから。でもさ、それは落ちるまで待たないの？いや、
あって掃除しに行くセフレみたいになってるから。いやでもなんか前くんも付き合いたいの。いやもういいかな。セクフレでいいの。いやもうセックスも、セックスもいいの。マキシャ君もズルズルやるの、飽きたからも次のとこに行く。あ、そうそう、あらいいわね。私こういう女好きなのよ。言ったでしょ、アバズレだった、好きだった、うん、好きなのよ。アバズレ、私もだってあなただったら絶対私もっともうパンパンやりまくってるもん。うん、ほんと、うん、そうよ。通販前に何の話です。今あの始まったら言えないから今のうち言ってみましょう。おまんこだよ、おちんぷとか言ってみましょう。そうだよね。今のうちにそうよ。本命はゼロワンくんなの。いやないですね。ゼロワンくんと久しぶりだってどう思ったの。こんなこともあるんですけど。いやもう本当に無理です。何も思わなかったゼロワンくんだったの。うん、だってまゆちゃんちで3人でコラボしたんですけど、あれ異常なコラボだったよね。あー、元カノ同士ね。あれをセッティングするのすごいと思わない。不思議でした ね、 ねさっき定期送ってきました。ありがとうございます。他の人もやってくれてるんでありがとうございます。あら、すいません。あ、本当だ、ありがとうございます。あ、本当だ、嵐みたいになってる。すごい、うん、めっちゃいっぱい。ありがとうございます。まあ、行こうか、うん、行きましょうか。で、始まったら始まったで、うん、じゃあ、あれだ、余計なこと言っちゃいけないよね、向こうで。そうね、もう終わりね、これね、余計なことね。あ、いやいや、向こうに、あ、違う、向こうの配信が始まったら、はい、あ、ね、切ればいいでしょ。あの、切ればっていうか、うん、今は余計なこと言ってもいいね。ドリンク持っちゃいけないもんね。ドリンク禁止よね。ドリンク？うん。え、なんかあるでしょ、水とか。飲み物言ってんのかな。もうやった、もうやった、やった。わあ、綺麗ね。あ、どうもお願いします。で、例えば商品ページにパって飛ぶじゃないですか。特設ページ。ここは。特設ページと。あ、いいよ。いや、真ん中だって。そうなの？やだ、なんで真ん中なの？やだな。お願いします。小倉さんでーす。今日ね、ふわっちやってます。わ、すごい、本当だ、生配信よろしくお願いします。すごい綺麗ね。キャスでやれ。座り順、ひどんなさん、藤見さん、ひどんなさん、ふるちゃん、はい、わかりました。じゃあ私真ん中で、逃げられないね。ね、逃げる気なんだ。逃げられないね、本当、私、皆さん。あ、そうか、私つけたりするときマイクどうする？いやいや、ちょっと私、ダメよ。出現禁止、出現。出現しちゃいけないから、私ね、皆さん。こうしようかな。そしたら映るんだよ、みんなね。そうですね、これもし、それで映るのであれば、今、多分、藤見さんの携帯側が送ります。カメラにかぶせて、すみません。マイクもつけていただいちゃっていいですかね。はいはい、ちょっと一回ずらしますよ。あ、トイレ。あ、マイク？あ、うんこ？トイレ。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 私マイクもつけます。つけちゃいましょうか。マイクこうつければいいですね。そうですよね。中通しで。あ、じゃあ私は自分でやればいいですかね。いけますかね。多分わかりますね。自分で。なんかここの襟のところにピョコって。ピョコって？ピョコってどうですか。もう別に。あ、そうですね。ね。ちょうど着替えが。あ、お着替えの時にオフしてもらって私が付け直ししましょうか。その時で私でもね、これかけるところないんですよ。どうしましょう。あ、なんか適当にどっか置いといて。そうなんですよ、置いてればいいですね。あ、そうなんですよね、ない。置いてればいいですね、後ろにね。ほっと立ち上がったりとかあります。あ、立ちますね。立ちますね。どうしよう。立ちの時はおパンツのところにかけます。この裏側のこのめくれちゃう。あ、そうそうそう、いけるかな。それか、お着替えの時に一回オフしてもらって一回取って回収して、あのパンツって言っていいですか。パンツにかけて、うん、ここの中通して、うん、ここの隙間から出すの、うん、あ、そうですか、ね、はい、ワンピースの中を全部通して、じゃあワンピースの中に通してね、はい、じゃあパンティにかけますね。はい、いいかと思います。、うん、パンティに。すいません、下がって結構ないですか。大丈夫ですか。どうかな、パンティ大丈夫かな。あれ、着替えた。ごめんなさいね。見ていいのかな。いいよ、大丈夫大丈夫、気にしてないか私。ああ、うん、ピンクのパンツ、ピンクの。私も見てる。かわいい。すごい。セットなんですよ。かわいい。あの、外に響かないいいやつですよね。失礼します。すいません。一応まあつけていただいてるんで。はい、これでこうして、私はこれを装着。 OK です。そうです。はい。で、あの、くるさんも、くるちゃんも、そうですね、ポッキーに入れていただいて、
着替えた後、でも服、いや、いいのよ。そうですね、なので、URL 別に貼ってない。離れるタイミングで、ランさんにちょっと解除してもらうので、はい、その間の5分になるので、はい、大丈夫です。すみません、オンオフ、後でちょっとひどなさ確認していきます。はい。失礼します。あ、私、こういうのにオンになってないかもしれない。うん、大丈夫、大丈夫。もうオンにしちゃっていいんですか、マイク。フジミちゃんって言った、はい、何がパンツが嘘でしょ、どこ、はい、はい、ありがとうございます。フジミちゃんのどこ、はい、あ、やだ、ちょっと待って後ろにいるわよ、どうしたの、フジミちゃん、私ね、パンツ見たの、大丈夫、あ、大丈夫、さっきの、え、大丈夫、さっきの、え、何が出てた、もしかして何が見えたの、パンツ見えたの、何が、何が、そこさ、はい、スケ、これで大丈夫ですか、はい、OK です、え、何が見えたの、パンツ、ちょっと今ね、こうお尻が見えたわけじゃないですか、さっきパンツにマイクつけたんですよ、さっき、問題なさそうですか、うん、全然大丈夫です、何が見えたのパンツだけ大丈夫、まあ、多分大丈夫かな、まあ、かかっても一週間でいい、いや、やばい、パンツだけ、ヒリ大丈夫だった、めっちゃ面白い、やだ、あ、どうしよう、これでいいですよね、あ、そうです、抜くのここで抜いていいんじゃないですか、今抜いたの、嘘でしょ、今ないでしょ、スイッチがいいのかな、スイッチが、あ、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、はい、玉見えてないでしょ、玉見えるわけないでしょ、どうやって見えるんだろう、玉どうやって見えるの、こんなこれね、大丈夫よ、私が食べる玉なんかないわよ、玉なんかないわよ、ちゃんとあのでっかいパンツなんかちゃんと玉隠れてるのこれ、だって後ろが見えてるの、後ろから見えてるの、あ、じゃあ大丈夫、何で嘘つきね、ほんと嘘つきなと思うんですけど、はいはい、飛んでもらったらあのあ、ありがとうございます。確かに、そうですね、拾わないといけないのは、あの、必ず声にしちゃう。でも見えてなかったでしょ。あっちの通訳で見えてた。ここで戻るってことですね。ありがとうございます。大丈夫です。ほらー。よかったよかった。ジミちゃんのリスナーさんも大丈夫って言ってんじゃないの、大丈夫、めっちゃ出すか、匿名だけじゃないの言ってんのね、すいません、すいません、これでいいと、そのコメですか、ちょっと電源が入ってるか、ちょっと心霊がもしかしたら入ってない、あ、そうです、本当ですか、あ、やだ、いいですか、ちょっと見て、見ない、見ない、見ない、バナーがここに出るから、バナーあれ、なんか右手であ、どこかに、どっかに URL 出るんですかね、あ、えですね、コメントケース、オッケース来ましたけど、あ、そうです、よかった、ごめんね、バイバイ、もうやったよ、もう見えるのがもうね、よくないわよ、もう全然、そうですね、バナーさんの中に出してくださいって言ったら、皆さん、このページに特にしか言ってないもんね、見えて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 、玉が見えたわよってね、どっと玉が見えるのこうなんでね、あの、ポテツイの URL クリックすると、うん、うここに、例えば URL が出てるんですよね、気にしてないコメントの、どこに URL が出てる、あ、そうですよね、じゃあ、皆さん一回ちょっと押してみてって言った時って、皆さんの画面がこれになる、これ脱ぐよ、皆さんが戻ってこれるんですよ、飛び飛んじゃった、これはウェブで見てるんですけど、普通に見てるのアプリで見てると思う、見にくいね、ウェブのアプリに飛んでも普通に戻ってこれる、わかりました、で皆さんね、サポーター13人ってどういうこと、音声しか聞こえない状態で、サポーター13人ってもっと多いでしょ、更新されてないの、更新してないのね、皆さん、待って、15人でちょっと皆さん、ちょっとフォローが15人しかいないわよ、あ、そう、もうおすふりしていただいて、何だろう、これ一体、はい、私はここを押して、なんでこれ更新されてるの、100何人いるの、なんで15人しかいないのかな、あ、今多分マイクついてるはず、え、253人じゃないの、入れました、なんでこっちで15人、ランさん、ちょっと上にキュッて決めれます、そう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 。全然大丈夫です。結構足が。大丈夫です。あ、大丈夫です。ありがとうございます。253人サポートいる。あの直樹兄さんこれ13人しかいないわよ、これは。これなんで更新されてないの？え？何？俺あのツイキャスのあのサポーターが。ネットに繋がってないの？二つありますアカウントって。一つ。あれでもなんか今更新しても全然。
いないですよ。15人しない。今サポーターがサポートしてくれる人がそんなにそれしかいない。カウント2つあるんじゃないの？3つ。そうすると俺が入っちゃうんだよね。なんかあったの？ジェルちゃん。なんかあったの？じゃあわざと通報しようって。あ、みんなで？いや、だから仲じゃないの、ほんとね。ラグかもしれない。250何人？でも何人？人がスパムして。16日か。あれ？さっきやめよ。あ、でも俺が見てる画面でも274人。おかしいわね。そういうわけでしょ。スパムしてる。ラグじゃないですか。あ。あ、こっち、こっちだと。どれ？うん。こっちだと200。あら、本当だ。藤見ちゃん、あれだ、これ。下、下行ってさ、これ押してみて、下。ほら。何押したの？あ、ほら。あ、本当だ。何押したの？バグかもしれないですね。URL、なんか。いつでも、あれですかね。こっちでいいかもですね。うん。2つあるんだ、アカウントで。いや、多分、1個なの？ 1 個なんですけど、バグっぽいですね。あ、もう。200人が待機してるのすごいわね。待機してんの？みんな。でも500人待機中って書いてある。500人もいるの？すごい。すごいわね。これ本当なのかしら？500人待機中。本当。500人待機中。はるか離れてる。ええ。500人もいるの？これあのカウントで何秒前とかやるんだい？こんばんは。ああはいはい。え、でもくるちゃん始まるよ。そうですよね。あら、そうだよ。そうね。で、藤見ときどうぞ。この3人でやってんだから、くるちゃん。もう、頼みすぎも、いや、私に、ごちに頼ってね、全部。私に何も言わないでね。そうそう、本当。私は、そうそうってね。すごいわね。そうそうだけでいい。そうそうね。そう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 。そうね。はい。Twitter の見方って大丈夫ですか？あ、これの、ここですよね。ここで DM を見るんですよね。ここに一応でもそっちサイドでこれは拾ってくださいみたいなのは本当よ。そうそうそう。こっちかな。まあおそらくですけどそんなに来ないですよね。コメントで皆さん書かれるんじゃないかなと思うので相談とかもろもろね。コメントプリントか。はい。これもさカメラ一台。はい。これどこで？私に。私と。どこの？何プリンセスの？これ多分レインか文字だ。すごい。お茶箱投げる。皆さんコイン投げといて、あの私本当だ。これさ延長できないわね。30分で終わっちゃうよ。闇投げみんなしといて闇投げ。コインあのアカウント。女性の方だ。すごい女性の方いっぱいありがとうございます。女性の方に今日見てほしいからね。そうですよね。どちらかって言ったらあとそういうね女装の方とかね。あそうだね。女装の方もね。本当。これね。違う違う。ツイッターで自動生成されてる。何やっぱ女性ってやっぱ何こうちょっとさあのアップした方がいいんですね。女性とされてるよ。そうですね。少しでも盛りたいっていう。ツイッターのでログインしちゃった。自動生成されてる。男もそんな感じなのかしら。そうしたってる方がいいとかあるの。おちんちんで。なんかああ下取りみたいな。ねやっぱりね。上取りがいいとかあるの。そうなの。もうなんか私もどっちが好きなの。上取りがいいの。いやそっちじゃない確認。まだ向こうついてない。大丈夫。ここでは大丈夫まだ。本当？向こうついたらダメだよ。コンプライアンスのところで。今誘導してるやつは何言ってんのかな。え何人間？やっぱねなんか違うわよ。なんかアカウント2つある。ログインしちゃ先にツイキャスのアカウントを作ってからツイッターのアカウントを作って連携したんですけどこれでログインしちゃったんで自動生成で。ああずいぶん。ツイッター用のやつができちゃった。付随して。ちょっとミュートになってるから確認してます。あはは
はあ、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 もらったわよ。あら、ありがとう。どうですか、どうですか、どうですか。ありがとう。今、ちょい押しです。ちょい押しです。押してる？うん、大丈夫です。最初壁があって、あ、なるほど。まず一番本部これで。そうそうそう。これ切った方がいいのかな、確か。いや、まだ大丈夫です。あ、そう。切ってください。あ、そう。つるちゃん切ってくれる？あ、わかった。切って。後で送りますね。皆さん、ツイキャスでーす。私に置いとけばいいか。あの、後発で、あの、2個目のアカウント出てるんで、特に問題ないと思います。大丈夫、読むところあんまないかな、私。私もないんで。うん。藤見ちゃん大変。流れに身を任せるだけなんで、本当。ログインすると自動でアカウントが生成されます。アクシデント。今？結局気づいてよかったですね。そう、よかったね。うん、あのフォロワーのアカウントね。ああね、アカウント2つあった。そうそう。くるちゃん可愛い、くるちゃん可愛いってコメントばっかりの子。あの今送ってます。くるちゃん可愛い。え、いろんなもののオフ。私たちは。自分の。私たちは。俺もしてある。音オフになってますよね。あ、ここじゃなくて、はい、自分の。あ、今でもしてある。これ俺は。あれ、わかんないです。あ、これだ。うん、ここで調整。あ、します。さっき確認したんで大丈夫だと思います。あ、はーい。オッケー。あ、時間入ってもいいですよ。うん、ありがとうございます。取れますよ。はい、チーズ。はい、行きました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。今、一回終わるから、みんな通販の方のアカウントちょっと欲しいです。はい、はい。充電なくなったらこっちにも。ない充電。あ、もうないで充電ね。あ、もうついたのかな、うん、まだです。もうちょっとお待ちください。あれ、それついたの？今、ツイキャスと YouTube 開始してます。あ、じゃあ皆さん移動していただくような誘導してみます、はい、皆さん見てください。どうもありがとうございました。またね。